ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。夏の暑い時はとにかく冷たいキンキンの水をごくごくと飲むのが一番爽快感を感じるわよね。霊夢が美味しく飲んでいるそのキンキンの水は一体どこから来たのか知っているか？え？これはもちろんそこの水道から出てきたのよ。ブハ、そうではなくこの地球において水は一体どこからやってきたのかということだ。地球のどこからって言われてもそんなのさっぱりわからないわ。今回はそんな水の謎も交え、地球の未解決問題を5つ紹介するぜ。なになに？水にも未解決問題があるってことなの？それでは今日もゆっくりしていってねー。地球には水が豊富に溢れており、その 97.4% は海にあって表面積の7割を海が占めているんだ。これほど奇跡的に水に恵まれたのは、太陽系の中の惑星でも地球だけだった。まさに地球は青い宝石、水の惑星、奇跡の星よね。だって、もし地球がこれほど水に恵まれていなかったらこれだけ多くの生命が育まれることもなかったわ。そうだな。地球にいると水が存在するのが当たり前のように思ってしまいがちだが、それは全くの勘違いだぜ。他の惑星を見るに液体の水というのは得難いものだな。その地球に生命として生まれた私たちって本当に運がいいのかしらね。それだけ生命にとって大切な水なんだが、実は地球の水がどこからやってきたかは謎なんだ。多くの研究者がこの謎に頭を悩ませてきたし、まだ明確な答えも導き出されていないぜ。これだけ地球には水が溢れているっていうのに、その水の起源ってわかっていないの？そうなんだ。宇宙に漂うガスや塵が集まって太陽や天体ができ、木星など太陽が遠いところには気温が低く氷があった。そうすると、木星とか天王星とかには大量に氷ってものがあったのね。太陽から地球までの距離の 2.7 倍という境界線はスノーラインと呼ばれ、そこから遠いところだな。逆にそれよりも太陽に近いとなると、太陽の熱によって氷はできなかったんだ。ってことは、地球も氷はなかったわけよね。そう、氷なしで塵が材料となったため、地球には当初水はなかったことになる。じゃあ、どこからどうして地球にこれほどの水がもたらされたのかって最大のミステリーね。多くの小惑星がその原因だとする仮説がある。つまり太陽に遠いところにあった小惑星が地球に飛来して、水の元となる物質を運んだ。太陽から遠い小惑星なら、氷や水を持っていた可能性があるわね。または、氷を多く含む彗星が地球に衝突した仮説もある。どちらにせよ、太陽から遠いところにあった氷や水が何らかの形で地球に運ばれたという考えだ。太陽から一定より近ければ、やはり水が誕生するのは難しいのかしらね。長くそう考えられてきた。だが新たな研究では、太陽から一定より近く氷がないところでも水が誕生することが可能と示唆されたんだ。それは宇宙空間からヒントを得たぜ。これまでと全く違った考えが出てきたのね。宇宙空間の彗星に含まれる有機物は、熱すると水が出ることがわかったんだ。ちなみに有機物とは炭素を含んだ物質であり、人間や動物など生物由来のものとされている。すると炭素を含むけど生物由来でなければ、有機物には該当しないってことね。そう、例えば炭素や二酸化炭素、ダイヤモンドなどだな。これらは燃やしても二酸化炭素が発生しないし、灰にもならないという特徴があるんだ。その分類ってなかなか見分けにくいものもあるわね。有機物は他に、木や紙などが代表的だぜ。そして、炭素を含まず生物由来でもないような有機物に属さない全てが無機物として分類されているな。無機物って具体的にはどんなものがあるの？例えば、食塩や鉄、ガラスなどが挙げられるんだ。有機物は熱すると水と二酸化炭素が発生するため、有機物と無機物を見分けるには燃やした状態を比較する。燃えて灰になって二酸化炭素が発生したら有機物ね。そうだな。簡単な実験として無機物である食塩を燃やしてみると、燃えないし二酸化炭素も発生しないぜ。だが、宇宙では無機物が紫外線などの影響で有機物に変化するという驚きの現象が起きるんだ。宇宙の有機物も熱すると燃えるのかしら？そこで、宇宙の有機物に似た物質を使って大量に熱したところ350度くらいで水滴が出た。宇宙の有機物を熱すれば水が生成されるとわかったんだ。すると水の誕生が氷由来ってだけではなくなったわね。だけど、地球にはたくさんの水があるけれど、宇宙の有機物が熱されてそのようになるかしら。地球に水は豊富だが、海の水の重さは地球の 0.02% だぜ。実際、太陽に一定より近いところに宇宙の有機物からどれほどの水が賄えるかはまだ研究を続ける必要がある。太陽から遠いところの氷か、もしくは太陽から近くにあった宇宙の有機物が地球の水のルーツかはまだ謎だ。まだそれ以外の仮説も出てくるかもしれないわよね。そうなんだ。地球の水の起源は単一ではなく、複数の起源が複合しているという仮説もあるぜ。複数の起源ってどういうことなの？
地球の水は、小惑星の衝突と太陽系星雲ガスの残留ガスの両方に由来するという考えだな。太陽系星雲ガスは、太陽系形成後に宇宙を漂っていたものだ。つまり、地球の水はあちこちからもたらされたってことね。多くの研究者は、地球形成時には水は存在せず何らかの要因があって地球外から運ばれたとしている。そのため小惑星の衝突により地球に水がもたらされたという仮説は根強く支持されてきたものだぜ。むむ、そこは譲れないって感じかしら。だが、これでは説明がつかない部分があるのも事実だ。地球のマントルなどから採取された水素と重水素比率を調べると、小惑星の衝突以外の要因があるとされる。そこで浮上したのが、太陽系星雲ガスってわけね。太陽系星雲ガスであれば、小惑星より重水素率が少ない水素を供給できると考えられるんだ。太陽系星雲ガスから次第に太陽系の天体が形成され、惑星形成後に残ったガスから水素が地球に入った。しかしそれは地球の水の起源としては、多くて 0.2% とも言われているな。やっぱり圧倒的な起源と考えられるのは小惑星の衝突なのね。これについてもあくまで仮説にとどまり、これからより研究を進める必要があるぜ。もし星雲ガスからも水がもたらされるのであれば、他の多くの惑星でも水が存在できる可能性も出てくる。水が存在すれば、ぐっと生命が居住可能な惑星が増えるものね。原因は単一ではなく複合的要因が重なったものという新たな見方も今後の研究に新たな可能性を見出すものだ。こうして仮説が洗練されていくことで、いつか地球の水の起源にたどり着けるかもしれない。それまで信じられてきた常識を違う角度から見直すって大切な作業よね。そうだな。それに、最新の古代隕石研究によると水は地球誕生当時から存在したという説も出てきた。これも、これまでの常識を覆すものとなるな。ええ？だって多くの研究者は水が地球誕生時にはなかったと考えてきたのよね。その通りだが、その確証が得られていないのが現状だ。そこで、水が到来した正確な時期を突き止めるべく歴史上異なる時期の複数の隕石を分析したぜ。隕石を徹底的に調べたってことね。最古の隕石というのはどの惑星よりも古いため、その組成から多くの手がかりが発見される可能性がある。こうした隕石から得られたデータを調べると、最古の隕石が水の起源という可能性も示された。それだとどうなるの？つまりこれは、地球形成当時から表面に水を叩いていたと考えられるんだ。地球上の水はこうした最古の隕石と同時に膠着したということになるな。小惑星が衝突すると考えられていた時期のずっと前からとっくに水があったってことね。地球の7割は水が覆っているが、最初からあった水と後に到来した水が両方あった可能性もある。それであれば、水星や金星など太陽に近い惑星にも初期に水が存在していたかもしれないぜ。水星も金星も現在は残念ながら生命が繁栄できる環境ではないものね。とにかく液体の水は生命存続に欠かせないのだから、もっと研究が進んで多くのことがわかるといいわね。私たちが日々飲んだり使ったりしている水がどこからどうやってきたのかいつか知りたいよな。太陽系がどのように形成され進化したかについては、未だに争いがある未解決問題の一つだぜ。物質群が回転しながら凝集していくモデルから始まり、日々新たな事実が観測されては新たな仮説ができる。宇宙望遠鏡の発達も目覚ましいものがあるわよね。ここ最近は新たな太陽系外惑星も数多く発見され、恒星系の常識は日々塗り替わっている状態だな。数々の仮説が提起されてきてはいるが、現状定説というのは現れていないんだ。これまではどんな説があったのかしら。太陽系の形成と進化はおよそ46億年前に始まり、巨大分子雲の一部の重力により収縮が起こったぜ。収縮した質量の多くは太陽を形成し、残りは原子惑星系円盤を形成したと考えられている。すると、地球は原子惑星系円盤からできたのかしら。そう、惑星や衛星、小惑星などは原子惑星系円盤から形成されたんだ。18世紀後半にイマヌエル・カントや、ピエール・イコール・シモン・ラプラスなどによって星雲説が唱えられた。星雲説って何？太陽系内の高温ガスの塊が冷えるに従い収縮し、速く回転するようになると重力より遠心力が増す。すると、赤道付近からガスが吹き出されて回転が収まるとまた収縮してガスを出し何層も円盤になる。うわぁ、想像するとなんだかすごい光景よね。最終的には太陽が残って、吹き出されたガスから惑星ができたという仮説だぜ。だが、星雲説の場合は太陽の核運動量が小さいというところに説明がつかないんだ。これでいくと太陽は現在よりもっと勢いよく回転している必要があるからな。この説には何らかの修正が必要だったってことね。その後は太陽系外惑星の発見など、様々な宇宙のイベントがあったぜ。だから、それに合わせて仮説は変化していったんだ。どんな風に仮説は変わっていったの？
1955年のホイールの星雲説では、銀河を漂う暗黒星雲の密度の高い部分が重力で収縮したと示した。そして中心は太陽となり、赤道部分から物質が吹き出され陰環が出来上がったぜ。ここまではこれまでの星雲説とそれほど大差ないように感じるわね。ここからは以前の星雲説とは違ってくるんだ。太陽の磁場が円環と結びついて、高速回転する太陽により振り回されて円盤になったとする。太陽の磁場っていうのがポイントなのね。そして地球など、様々な惑星というのは太陽形成後に残ったガスや円盤から形成された。最初に宇宙人が太陽の周囲の軌道を回り始めると、それらは衝突して微惑星と呼ばれる塊となったんだ。微惑星っていうとどれくらいの大きさなの？大きくても 10km までくらいの大きさだな。その後も同じように1年で数センチメートルほどの速さで成長したぜ。そして太陽系惑星が生まれていったのね。太陽から4天文単位以内の近さとなる内部太陽系は、温度が高いため金属など融点の高い物質で形成された。これが、水星、金星、地球、火星という岩石質の惑星となっていったんだな。我らが地球が登場するとホッとするわね。鉄やアルミニウムなどの金属や計算塩など融点が高い物質は星雲中に 0.6% ほどだったんだ。だから岩石質の惑星はそれほど大きくならなかったぜ。大きいといえば巨大ガス惑星だものね。そうだな。木星、土星、天王星、海王星は木星型惑星と呼ばれる太陽系の巨大ガス惑星とされる。揮発性物質が凝結して固体になるラインより外で形成された惑星で、氷が豊富にあるな。要は太陽から一定以上遠いから寒いってことよね。この4つの惑星の質量合計は、太陽系の天体全質量のおよそ 99% も占めるという驚きの事実があるぜ。つまり残りの 1% の一部が地球の質量なんだ。うわぁ、地球ってそんな小さかったなんてショックね。太陽系で最大の質量を持つのは木星だが、それだけでなく木星は太陽系で最古参と言われている。隕石の調査から木星の核の形成年代が明らかとなった。木星って地球より先にできたってことね。木星は非常に重力が大きいため他の天体に与える影響も大きいんだ。太陽系における木星の形成と進化は、太陽系そのものの進化に対する理解にもつながるぜ。木星の形成はいつだったの？木星の核の形成時期は、太陽系形成から100万年以内と推定されることになった。しかも木星の核は太陽系形成から100万年内には地球質量のおよそ20倍、400万年では50倍だ。それってきっととんでもない急成長ね。その後も成長し続け、今現在のように地球の300倍もの質量を持つようになっていったな。土星は木星の数百万年後に形成されたため、木星よりも小さな惑星にとどまることになったぜ。大量の材料は木星に使われてしまったのね。天王星と海王星に至っては、土星ができたさらに後に形成されたと言われている。土星よりさらに利用できるガスが乏しく、天王星や海王星は明確な核を持たないと考えられているんだ。あと、気になるのは月などの衛星よね。衛星は、惑星や太陽系の天体ができた頃にできた。惑星が近傍を通過する天体を捕獲したり、衝突の破片から形成されたと考えられるぜ。地球の衛星として有名な月はどうやってできたの？月は巨大衝突によってできたと言われているな。また、火星の小さな衛星であるダイモスとフォボスは惑星によって捕獲された小惑星とされる。巨大ガス惑星にも衛星ってあるわよね。木星や土星にもイオやタイタンなど大きな衛星があるぜ。これらは、巨大惑星の周りの円盤から形成されたんだ。こうした衛星は大きく、惑星との距離が近いな。衛星によって形成の経緯が違うってことね。同じ木星型惑星でも、遠い軌道を回る惑星は比較的小さいとされる。この場合は捕獲された衛星であり、最大のものは海王星の衛星トリトンだぜ。衛星にも色々あって面白いのね。そして、我らが太陽だがおよそ46億年前に太陽がまだ冷たかったところから次第に大きくなった。太陽がいかに進化するかは、アインシュタインの相対性理論によって理解されることとなったな。太陽ってどうやって進化したの？太陽のエネルギー源というのは、核での原子核融合だとわかったんだ。太陽は超巨大なガスの塊で、大きさといえば地球のおよそ109倍にもなるほどだぜ。ひえー、そんなに大きかったのね。太陽は核で水素が核融合反応を起こしてヘリウムに変化している。ちなみに太陽の寿命はおよそ100億年ほどと考えられているんだ。太陽って今何歳くらいなのかしら？現在は46億歳くらいだと推測されており、残りの寿命は50億年くらいだと考えられる。太陽にも寿命が来るなんて考えたこともなかったわ。それにしても太陽に寿命が来たらどうなるの？太陽の水素が底を尽きてくると核融合反応に変化が起こり巨大に膨らんだ赤色巨星へと変化していくことになる。
それから核融合反応が止まり、白色矮星が残って太陽はその障害を閉じていくことになるぜ。だけど、そうなると地球ってどうなるの？太陽が赤色巨星になった時点で、地球を飲み込んでしまうほど大きくなっているな。だから太陽が大きくなってきたら、地球の大気は剥ぎ取られて生命は絶滅する可能性があるんだ。まさに太陽と地球とその生命は一蓮托生なのね。その頃まで人類が存在しているかも不明だ。50億年後に人類がどうなっているか想像もつかないぜ。その頃には、太陽系は愚か太陽系外惑星まで簡単に移動ができるようになっているかもしれないわ。もしそうだったら、太陽が巨大になって迫ってきたとしても速やかに他の惑星に移動できそうだな。それならば地球に似た環境の星をそれまでに必死で見つけておく必要がありそうだ。だけど50億年も先の話だから、気長に考えても大丈夫そうね。その前に人類が何らかの原因で自滅していないことを祈るぜ。ジャイアントインパクト説は正しいのかは、未だに地球の未解決問題の一つとなっているんだ。ジャイアントインパクト説というのは、月がどのように形成されたか説明するものだな。夜空を見上げれば月ってくらい、月は地球にとって身近な存在よね。月は大昔から地球の衛星だからな。この説は巨大衝突説とも呼ばれており、原始地球と火星と同じほどの大きさの天体が衝突した。その結果月が形成されるに至ったという説だぜ。どこかから星が地球に体当たりしてきたの？原始地球に激突したとされる天体は、黒き月であったりテイヤとも呼ばれているな。へえ、かっこいいネーミングね。この説は現状最も有力とされ、いろいろな現象がうまく説明できるとされているんだ。まず、月と地球の酸素同位体組成がほぼ同じで地球には中心に大きな核があるが月にはないぜ。これこそ地球と天体が衝突したことを物語っているのね。そして、月には揮発性元素が少ないな。ナトリウムやカリウムなどは揮発性元素と呼ばれ、熱するとガスになって逃げ出してしまう特徴がある。衝突時に高温になったと思えば、月に揮発性元素が少ないのも頷けるわ。このようにジャイアントインパクト説では説明がつくことが多いとされているぜ。しかし、これが絶対的かというと反論の余地もあるな。ジャイアントインパクト説のどこがいけないの？コンピューターによって激突をシミュレートしたんだ。すると月を形成するのは地球からの物質ではなく、衝突してきた天体の物質だという結果となった。それだとどうしていけないの？巨大衝突によって引き剥がされた地球のマントル物質が月の原料となったと考える説のため整合性が低くなる。それに、火星ほどの大きさの天体が地球を破壊しない角度で衝突する確率は非常に低いとも考えられるんだ。可能性は高いものの、ジャイアントインパクト説もやはりいくつかも問題点をはらんでいるってわけね。他に月形成に関する説はあるの？月は地球と違うところで誕生したが、地球に捕らえられたという捕獲説があるな。だが、宇宙をさまよう天体を地球が捕らえるのは非常に難しいことであり可能性はかなり低いとされる。月と地球は同じような物質からできているのよね？だとすると、全く関係ないところから月が飛んできたとは思えないわ。月が地球から飛び出して出来上がったという分裂説も唱えられたことがあった。これだと、地球内部のマントルの物質と月の物質が似ていることが説明しやすい。以前は月が地球の一部だったってことね。だがこれに関しても疑問が出てくる。地球は硬い物質でできているため、よほどの自転速度がないと月が分裂することはできないぜ。とすると、これもリアリティに欠けるわね。月が地球の周りで独立的に作られたという、双子集積説も有力かと思われたがやはり問題があった。初期の月が非常に高温だったとされるがこのことについて説明が難しくなる。月の形成について解き明かすのがこんなに難しいとは思わなかったわね。有力視されてる新説としては、複数衝突説も注目されているぜ。原始地球に小さな隕石が複数ぶつかり、原始地球が部分的に弾け飛ぶが地球の引力で一定の距離にとどまる。こういった現象が何回も起こり月が誕生したとするな。確かに一回の巨大な衝突で月が形成されたというよりも小さな隕石が何度もぶつかる方がありえそうよね。ジャイアントインパクト説だと地球と月の成分が似ていることも説明しにくい。だから、複数衝突説に注目が集まりつつあるぜ。月って身近な存在で親近感を抱いていたけど、これほどの謎を抱えていたなんて驚いたわ。魅惑的な月はその謎めいた存在感で研究者の心を掴んで離さないんだ。だから、月に関する説は次々と出てくる状態だな。月の謎を解き明かしたいって気持ちは研究者じゃなくってもよくわかるわ。速度が速く大きな天体が地球に衝突し、当て逃げしたという当て逃げ説なんてのもある。その天体は地球のマントルの塊を宇宙に弾き飛ばして去ってしまったというものだな。その弾き飛ばされた塊っていうのが月なの？そう、地球に月を形成しながらそ知らぬ顔で永遠に去ってしまった天体があるということだ。
宇宙では日々信じられないようなことが起こるから、そういったこともあり得るかもしれないわね。月の裏側についても謎が残されている。月の裏側は地球に向いている面より地殻が厚く、起伏が激しいという特徴を持っているぜ。そういえば月っていつも地球に同じ面が向いているわね。月と地球は引力で互いに影響を及ぼしているため常に同じ向きとなり地球から月の裏は見えないんだ。初めて月の裏側の写真撮影に成功したのは、旧ソ連の月探査機であるルナ3号だな。月探査といえば、アポロ計画が有名よね。その後の最大規模の月探査とされるのが、月周回衛星かぐやの探索だぜ。この探査によって月の地形図が作成されるに至った。それって月の裏側の姿もわかるの？月の地形図は、パソコンなどのブラウザで気軽に見ることができるんだ。月の裏側は表の印象とは全く違うもので、クレーターが数多くありポコポコ穴がある様子だな。地球から見える表面はウサギさんが可愛らしいのにね。表面と裏面では地下構造であったり形成の歴史が異なっているんだ。これについては、短い間地球にはもう一つの小さい月があって大きい月の裏側に衝突したという説があるぜ。月に関しては様々な推測が日々生まれているのね。これまでも多くの仮説が現れ、今後も多くの仮説が出てくると思われるな。月は昔も今も謎めいた存在としてあり続けているということだ。底知れない月の魔力にとらわれたらもう逃れられないって感じかしら。地球の衛星である月以外の例としては、冥王星の衛星カロンも巨大衝突により形成されたと考えられる。地球と月同様に45億年ほど前に大衝突が起こったんだ。冥王星にも何か大きな天体がぶつかったの？直径 2000km もあるような天体が秒速 1km もの速さで衝突したとされる。シミュレーションによる研究では、初期太陽系においてこうした衛星形成の過程は一般的だったと推測された。あちこちで天体同士の衝突があったとしたら初期の太陽系ってちょっと危ないわよね。太陽系外惑星の形成シミュレーションにおいてもジャイアントインパクトの発生が指摘されている。だから太陽系外惑星でも、ジャイアントインパクトによって月のような衛星を獲得した星があるかもな。もっと月の秘密が明らかになれば、太陽系外惑星への理解も深まるわね。アポロ計画やルナ計画で持ち帰られた月の岩石から研究者は長い年月をかけて情報を得てきたぜ。だが、その月の量はわずかであり月全体の組成を解き明かすには至っていない。はぁ、月は一筋縄ではいかないわ。コンピューターシミュレーションによって、ジャイアントインパクト説を検証した。すると、月は衝突から1ヶ月くらいで現在の大きさになったと考えられるんだ。そんな短時間でできたなんてまたまた驚きね。月は年間 3.8cm くらいで地球から遠ざかっている。距離が離れると引力が強まって、地球の生命への影響があるとも言われているぜ。月が地球上の生命に影響を及ぼすとは思わなかったわ。精神面、そして健康面に関係してくるぜ。だから月について探求することは、地球の生命の未来をも指し示す可能性があるな。私たちは月についてもっと知る必要がありそうね。今後の人類を再び月面に送るアルテミス計画など、新たな月の話題は尽きなそうだ。暗い太陽のパラドックスは、天文学者カール・セイガンによって提起されたぜ。つまり40億年前の地球の歴史の初期段階では、今よりも 30% も太陽は暗かったんだ。30% も暗かったら、結構薄暗いかもね。太陽だけでなく、恒星においても誕生から次第に明るくなって現在の明るさとなっていった。問題となるのは、シミュレーションの結果ではおよそ20億年より前の環境についてだな。20億年前に何か問題があったの？暗い太陽のことを考慮すれば、地球表面の気温は0度以下となってしまっているはずだぜ。そうなると、液体の水は存在し得ないことになる。じゃあ、地球表面に液体の海が登場したのは20億年くらい前ってことになるのかしらね。ところがどっこい、地質学的証拠からは40億年前には海が存在していたとされるんだ。これは地球全体が0度以下の気温だったとするなら液体の海が存在していたことに疑問が生じる。ははあ、それは立派な矛盾点ね。シミュレーションが誤っている可能性も考えてみよう。40億年前の地球全体の気温が0度以上だったとすると、それ以降に太陽の高度が3割増えていくことになる。物事にはミスもあるからね。だが、そうであれば今頃の地球は蒸し焼き状態のはずだ。一体その矛盾どうすればいいのよ。太陽の高度がずっと一緒だという可能性はないの？標準太陽モデルにおいて、太陽のような恒星は核融合によるコアの収縮に伴いだんだん高度が上がる。だから、地球初期段階では太陽は現在よりもっと暗かったと考えられるんだ。だが、古いもので38億年前とされる液体の水と関連する堆積物が実際に発見されているのは謎だぜ。初期の生命の兆候は古いもので35億年前まで遡れるな。生命は液体の水がないと存在できないものね。
その頃に海や水があったのは間違いなさそうだわ。この件については未解決となっており、解決に向けた仮説が提案されているのみとなっている。なかなか悩ましい問題ね。暗い太陽のパラドックスを解決する仮説ってどんなものがあるの？温室効果仮説は、昔ほど大気の温室効果が大きかったと仮定するものだぜ。形成直後の地球の大気には多くの温室効果ガスが現在の大気よりも含まれていたと考えたんだ。温室効果ってどうやって起きるの？二酸化炭素やメタンは大気中に温室効果を引き起こすものだな。初期地球は二酸化炭素やメタンの濃度が高く、歴史において大気組成の変化があったとする。どうして二酸化炭素やメタンが大気中に多いと温室効果があるの？地球の表面は大気を通過した太陽光によって温まるぜ。そして地表の熱は赤外線として宇宙に放出されるんだ。二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスは、赤外線を吸収し放出する性質を持ち地表の熱を吸収するな。なるほど、温室効果ガスはこうして熱を吸収して大気を温めるってことなのね。こうして温室効果ガスが増えるほど地上が温まることになる。そして、太古の大気には硫化カルボニルが含まれていたという仮説も提示されているんだ。硫化カルボニルって何？硫化カルボニルは効率的な温室効果ガスだとされ、この物質がさらに温室効果を上げたとも考えられる。こうして太陽の高度が現在より低い環境であっても、地球が凍結しなかった可能性が示唆されているぜ。そう考えると暗い太陽のパラドックスも解決できそうね。他にも原始的メタン菌がメタンを生成することで、2種類の光合成過程が存在していたという説もあるな。それによってパラドックスの解となるほどの大量のメタンが大気中に存在したという結果が得られるんだ。太陽が地球に及ぼす影響力は非常に大きくても、それだけでなく他にも色々な要因があるってことよね。パラドックスの原因を地球の大気など内部に求めるものではない説も存在しているな。太陽の進化過程を見直すことで、初期の太陽は暗くなかったという結論になるものだ。だって標準太陽モデルがあるから、太陽は昔は暗かったはずじゃないの？そう、標準太陽モデルはよくできたものだがあえてここを見直すという考えも出てきている。初期太陽質量が大きく高度も強かったとして、地球の凍結が免れた可能性が示唆されているんだ。太陽が今よりも大きかったってことなの？形成直後の太陽質量が現在より 5% ほど重ければ、暗い太陽のパラドックスが説明できる。そして、太陽形成から10億年ほどで太陽風によって質量が放出された結果現在の太陽質量となったんだな。確かにそれだったら太陽質量についても説明もできるわ。ただ、これが成り立つためには過去の太陽風が現在よりもかなり強かったという条件も必要だぜ。しかし、隕石等の調査からは過去太陽風による質量放出が大きかっただけでは説明できない可能性もある。多くの仮説があるけれど、どれも決定ではなさそうね。これまでの説とは異なる基礎物理的観点から解決を試みるのは万有引力定数の時間変化だな。万有引力定数が時間変動することで、太陽の高度や地球への日射量が変化すると考えるものだぜ。それがどうしてパラドックスの説明につながるの？太陽高度は太陽質量の5乗に比例し、万有引力定数の7乗に比例するんだ。万有引力定数の変化による地球の軌道への影響を考えると地球が受ける日射量が変わってくる。そうすると日射量はどうなるの？太陽質量の7乗となり万有引力定数の9乗に比例するぜ。だから、万有引力定数が現在より40億年前では 2% ほど大きいなら地球の凍結は起こらないと考えられる。万有引力定数は時間とともに変化するってことね。しかしながらこの仮説が広く支持を受けているわけでもないな。多くの仮説があるけれど、結局は未解決問題なのね。ちなみにこうしたパラドックスを抱えているのは、何も地球だけってわけではないんだぜ。実は古代の火星においても暗い太陽のパラドックスは存在する。暗い太陽のパラドックスって地球だけじゃなかったのね。火星は砂漠の惑星というイメージが強いかもしれないが数十億年前には液体の水が存在し海もあったとされる。だがしかし、火星表面から液体の水は失われていった。火星も昔は水が豊富な惑星だったなんて驚きね。そのことは火星探査からもわかっており、過去の火星は温暖で湿潤だったと考えられている。だが、過去の太陽が 30% 暗かったとするならば過去の火星は現在よりもっと乾燥で低温のはずだな。ここにパラドックスが生まれてしまうわけね。火星においてもパラドックスを解決する仮説は多数提示されているぜ。例えば昔の太陽は質量が大きかったという仮説や、メタンなどの温室効果ガスが大量に供給された説がある。こちらもまだ未解決なのかしら？残念ながら、地球でも火星であっても黒い太陽のパラドックスを完全に説明できてはいないな。時に地球の謎は太陽系全体の謎にもつながってくるのね。
プレートテクトニクスが地球でのみ大規模に起こり他の太陽系惑星では起こらないのかは未解決だぜ。プレートテクトニクスとは、簡単に言えばプレートが動くということだな。プレートって何？プレートは、地殻とマントルの最上層からなる不規則な形状の岩石圏のことなんだ。主要なプレートは、太平洋プレートや南極プレート、ユーラシアプレートなど8つ存在しているぜ。プレートの上に人がいたり海があったりするのね。プレートとはすなわち板のことで、地球にはたくさんのプレートが集まっているんだ。テクトニクスとは大地の動きのことであり、プレートが毎年少しずつ動くことを意味している。まるで地球が生きて動いているみたいよね。こうしたプレートテクトニクス理論は、大陸移動説を改良したものと言われているぜ。大陸移動説はアルフレッド・ウェゲナーが発表した説で、大陸はすべてパンゲアだったとした。パンゲアだったってどういうことなの？すべての大陸はかつてパンゲアという大陸の一部だったぜ。だが、それが崩壊して現在の姿となったとしたが、かの巨大大陸がどのように移動するかは未解決とされる。プレートが動くって不思議よね。大陸移動説は多くの批判を受け否定された時もあったが、後に地震学的に証明されることとなった。地球の半径はおよそ 6400km だが、物質的に分類すると5つの層に分けることができるぜ。中心が核ってやつよね。そう、内部コアは内核と呼ばれるものだ。深さ 5100km ほどまでは外核で、深さ 2900km までは硬い岩石層となり核マントルと呼ばれているな。地球って本当に何層にも重なっているのね。深さ 670km ほどまでは上部マントル、深さ5から 40km までは地殻と呼ばれているぜ。ちなみに地殻とマントルは岩石で構成され、核は金属となっているんだ。プレートはどこで生まれるの？プレートは海嶺で生まれて、ゆっくりと海溝に沈み大陸はプレートの動きに伴い離れたり集まったりする。プレートが動く原因には2つの説が存在するな。そうよ、どうしてプレートが動くのか気になるわ。プレートが自らの重みで海溝に沈むという説と、マントルの動きに合わせプレートが動く説だ。そして、こうしたプレートテクトニクスが存在するのは現状地球のみと考えられているぜ。火星とか金星にもないの？そうだぜ。火星は昔火山活動があったとされるが、プレートテクトニクスはなかったんだ。だから火山の移動も起こらずに溶岩がずっと同じところに溜まっていったぜ。プレートテクトニクスがあるとないとでは、かなり星の環境が変わってしまうのね。そのため、火星には太陽系最大の火山が存在している。そして金星についても、プレートテクトニクスが起こった痕跡は現状見られていないんだ。プレートテクトニクスがあるからこそ、地球には生命が維持できたとも言われているな。プレートテクトニクスってそんな大切な役割をしてきたの？宇宙物理学者や地質学者はプレートテクトニクスについて様々な研究を続けてきたぜ。その結果、地球の生命が存続されていくためにこうした地球の活動は不可欠だと分かってきた。どうしてプレートテクトニクスが、生命の維持存続に関係してくるっていうの？プレートテクトニクスによる地殻のサイクルのおかげで地表の温度が安定することができた可能性がある。そして、地球の海は栄養分が奪われたままになり、生命を存続させるのが難しくなったと考えられるぜ。地面が動くってそんなに影響があるのね。高度な生命体へと進化していくためには、プレートテクトニクスが必要とも言われているんだ。ちなみにプレートが相互作用を起こす場所はプレート境界と呼ばれ、3つのパターンに分けられる。プレートの動きにも色々と種類があるのね。発散境界と収束境界、そして横ずれ境界だぜ。例えば、太陽中央海嶺は発散境界として有名だな。発散境界ってどうして起こるの？二つのプレートが離れて隙間ができると、マントルから上昇するマグマがこの隙を埋める。それが地震と関係してくるのかしら？地震や噴火と関係するのは収束境界だぜ。プレートが別のプレートの下に沈み込むため、沈み込み帯とも名付けられているんだ。引きずり込まれた上部のプレートが反発すると地震が発生する原因となるな。プレートテクトニクスと地震は切っても切れない関係ってわけね。収束境界には、大陸プレート同士が衝突して境界が隆起するケースもある。これによってヒマラヤなどの大山脈が形成されたんだ。ヒマラヤを作り上げるなんて、収束境界もかなり激しい活動なのね。他にもウラル山脈やヨーロッパアルプスなど、大規模な大陸衝突の跡だと言えるぜ。じゃあ、横ずれ境界って何？これはプレートが互いに水平方向にずれる境界とされる。クイーンシャーロット断層などがその例だな。プレートがずれるって言うと地震でも起こりそうだわ。そう、横ずれ境界においても巨大地震が起こりやすいぜ。一言でプレートテクトニクスって言っても、そんなに様々なパターンがあったなんて知らなかったわ。地球において、およそ30から35億年前に地殻変動が始まったと考えられているぜ。これは古代の鉱物や岩石がそう示している。現在の地球の陸地は常に変化してきたの？
地殻プレートはゆっくりと変化してきたが、それによって大陸ができたり消滅したりした。大陸の形がこれほど大きく変化してきたなんて驚きね。プレートテクトニクスは地球内部の温度が低下するといずれは起こらなくなると言われているんだ。だが、その確定的な時期というのはいつかわからない。そもそもどうして生命体を育むプレートテクトニクスが地球にだけ起こるかって不思議なことよね。残念ながらそれについては未解決問題だが、プレートテクトニクスがこのまま終了しないことを祈るぜ。今回は、地球の未解決問題5選を紹介したぜ。身近な地球のことだから何でも知っている気になっていたけれど、多くの未解決問題があったのね。自分たちの生きている惑星なのに、その誕生についてまだそれほどよくわかっていないってことだよな。毎日当たり前のように水を飲んでいたけれど、この水もどこから来たのか考えたら眠れなくなりそうよ。その気持ちはわからなくもないが、夜には地球の未解決問題は忘れてぐっすり寝た方がいいぜ。まあ、考えてもさっぱりわからないことはとりあえず一旦忘れて睡眠はしっかりとらないとね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。